さあ予選最終戦始まります。さあまずは秋田の先生、ナイスパスからキックアウト、まだボールは生きる。さあ1点返したドミネート、1対1リバウンド秋田、2対1、さあうまくパスが回っていくドミネート、おっとここはブロック、さあこれはグーディー、ドミネートから、さあリスタートしましょう。三井不動産 3x3S リーグラウンド7予選最終戦となります。グレードミネート、黒が INU 秋田、さあこれはファールをもらってフリースローを獲得したのはドミネート。さあこうした。さあこれはファールをしてシュートチャンスを潰したという感じですね。あそこでファールをしなければ簡単に1点を取られていた状況です。ナイス、よし、いける、練習したいと、 OK、 ナイス。さあユーロステップからドミネート、3対3、これはターンオーバードミネートボールとなります。勝った方がクォーターファイナル進出決定。見ろ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 、そう見ろ、そうこれ見た、ほら中入ってきた、さあ抜けた、高いレイアップ、いやそこ頑張れ、そこレイアップ来るよ、おい見とけ、レイアップ、レイアップ、レイアップ、離さない、そうさあアクタリバウンドを取って、これは繋がらない、いや落とせ落とせ落とせ、レイアップ、レイアップ、一方ドミネート、さあここノーマークになったぞ、再びリバウンドも飽きた、さあさらにリバウンドを取る、飽きたリバウンド強い、パスカット、さあここはドミネートのファールを取られ、さらにテクニカル、さあこのフリースローを決めて、さあ秋田ボールから再開、得点は4対4、
さあお互い少しファールが増えてきているが、チームファールは3つと2つ、4対4。さあこれで INU 秋田のチームファールは4つ目となります。2ポイント、リバウンドは秋田。ナイスパス、これで秋田が一歩抜け出す。2ポイント、さあ裏パス飛ばしてねじ込んだ、同点。さあこれはバスケットボール、カウント、ドミネートのファールとなって得点プラスフリースロー、どっちも引かない展開。このフリースローも決めて2点秋田が抜け出しました。ナイスパス、ゴール下で合わせて1点返す。7対6、激しいディフェンス、ドミネート奪った、ドースリーゴー合わせ、さあこれで追いついた。これ奪った、そして簡単な裏パスが、これは落ちる、よーねじ込んだ。さあこれで逆転に成功したのはドミネート。さあ得点合っております、8対7。はい、秋田ボールから、さあショットクロックバイオレーション、ドミネートボールから、さあどちらが抜け出す。さあ高いレイアップ、2点差。さあこれはドミネートのシュートファール、フリースローが秋田に与えられます。お互いチームファールは4となっております。さあ確実に決めて1点差。リバウンドはドミネート、秋田、秋田奪った、さあここでイゴのブロック、カットボールで秋田からのスタート、残り時間、残りシュートクロック6秒からスタート。さあここでファールで止めたのはドミネート、5回目のファール、シュートクロックは12秒に戻ります。さあいったぞ、2ポイント、これはリバウンド、ドミネート。
さあここでポジションのファール、黒のファールですね。さあお互い気を使っております。スポーツマンシップです。さあドミネートからまずはローに入れてからハンドオフからのツーポイントは外れてボールが来てる。あ、来たボール。どっちのボール？ドミネート、ドミネートがキープ。さあインサイド入れて、ここはミスマッチ。抜けるか。さあロープ入れてキックアウトからの2ポイント。ここで4点差とドミネートが抜け出してきた。さあ起動する。1対1。さあフリースロー、さあフリースローの確率は秋田高いぞ。3点差。ナイスパス。再び4点差、9対13。残り時間3分20秒。秋田ゴールした。イズイ。さあお互い点数動いてきたぞ。取り合う。リップス。このリバウンドはそのままアウトバウンス。さあ残り時間3分で14対10。勝った方がクォーターファイナル進出決定の試合となります。レベルの高い試合、お互い一勝同士の戦いです。予選リーグロングツー。リバウンドは黒ボール。さあ来た。これはカットした。ドミネート続いてるぞ。さあナイスディフェンス、ついていく。しかしこれはまだ続いてる。おっとこのパス取って、さあゴール下決めて15点目。さあ決め返す。まだ3点差食らいつく。ナイス2。ゴールした。ゴールした。ここは守った。ナイスパスだか。これは通らず。残り2分を切りました。うまい。16点目。ナイスボーク。さあヒートアップしてまいりました。残り時間は1分35。11対16。2ポイント。リバウンドはドミネート。さあこれは
アバスケットボールカウント A1。 さあここで柔軟攻めワンショット、さあこのフリースロー落ちて残り1分、さあゴールした、ねじ込んできたのは秋田、さあ白熱したゲーム、ドミネート17点、秋田13点、イゴの2自ら取って、再び2、これは落ちて秋田ボール、いってはいい、あと40秒だから、さあうまいぞ、リバウンド再び秋田、さあ時間がなくなってきてるぞ、ナイスランド強い、さあこれです、さあここでドミニートボール残り時間23秒、3点差、どうする、さあ裏パス18点、ここでファール、シュート前のファールですが7個目なので2ショットとなります、さあ残り時間7秒、さあ黒ファールで7個目、2ショット残り時間は 5.5、 これで19点目、2本揃えて20点、2、1、ここで試合終了、最後は突き放したドミネイトの勝利となります、以上をもちまして予選リーグ終了となります。